本日は本セッションにご参加いただきありがとうございますソフトバンク株式会社 AI 戦略室の藤原達也と申します、えー、よろしくお願いいたしますこちらのテーマでご登壇をさせていただきますがまず簡単に自己紹介をさせてください私が所属するソフトバンクの AI 戦略室とは最新の AI の研究開発を産学連携で行っていきながらそういった AI を内製で開発するこ、えー 組織となっておりま,すまたそういった AI を活用するソリューション開発していくにあたっての人材育成もミッションの一つになっております。私自身はアクロスレシピという AI データ活用を中心とする人材育成のサービスの事業を行っておりまして私自身はその事業責任者であります。 アクロスレシピはソフトバンクの社内企業制度の中で立ち上がった新規事業でありまして企業や自治体様向けに DX の推進のご支援をさせていただく事業であります。 また、私自身のプロフィールの中でソフトバンクアカデミア孫正義後継者を育成するコミュニティにも私自身が参画しておりましてさらにはソフトバンクユニバーシティという社内の大学の中でですね DX を推進していく講師としても私がさせていただいております。 ソフトバンクとグーグルワークスペースでは10年以上世界最大級の販売実績を持っているリセラーとしても関わらせていただきながら自社の中でですねグーグルワークスペース全社員が利活用をするというところを10年以上させていただいております。 Google クラウドのリセラーでもございますし、Google クラウドの環境上で作られたプロジェクトが社内100を超えております。その中の一つのプロジェクトが今回、私の事業であるアクロスレシピになります。 また、こちらは個人的なあの関係、つながりというところにはなりますが、私自身が法人事業部門のプレセールスエンジニアとして勤めていたときに、Google クラウドのお客様の導入支援として、アワードをいただきまして、放送旅行で本社に連れて行っていただきました。 今、あの写している写真はグーグル本社マウンテンビューでの写真なんですけれどもあの当時、私が印象に深かったときには、まあ、平日、日中帯にもかかわらずキャンパスの中でグーグルの社員の方がバレーボールをやっていましてすごい盛り上がっているところ。 見ながらその横の横会議室では社員の方がホワイトボードの中ですごい激しいディスカッションをしているそういった様子を見ましてですねこういう世界があるんだと非常に刺激的な経験を受けたというところが思い出に残っております、はい、本日の登壇の中で3つのコンテンツをお話しします。 1一つは DX 人材育成におけるソフトバンクの事例を含めて課題取り組みをご紹介します。もう1つは、えー、アクロスレシピという企業の内製開発であり DX 人材を支援するサービスのご紹介をいたします。もう一つ、えー、三つ目のコンテンテツとして、アクロスレシピ自体が Google Google クラウド上の基盤で構築されておりますそこでのポイントをご紹介しておえたいと思っておりますまず最初のアジェンダ DX 人材育成の課題と対策ソフトバンクの事例をご紹介いたします DX、まあ、この言葉は耳にタコができるほど聞いているのではないでしょうか DX の定義はデータとデジタル技術を活用しビジネスモデルの変革まあ組織 そしてフー風土そのものを変革していき、企業における競争優位のえ状態を確立すること、これが DX の用語の定義であります。今年3月に出された DX 白書2023のレポートには、DX のデジタルというところは徐々に進み始めたと。 ただ、トランスフォーメーション、これから実際に変革をしていく、ここについてはまだまだ課題があり、これからの議論の焦点になっていくと言われております。やはり、企業、自治体、そういった組織の中で DX を推進していく課題、テクノロジーそのものや、IT、ソリューションではなく、実は人材に関する課題が上位を占めています。 こちらのグラフにありますとおり DX を推進していく人材が足りないであったり DX を進めていくにあたってのロードマップの策定であったり戦略が描けないであったり中には組織をまたがるような社内調整のところが課題だとさまざ、あ、まな課題があるんですけれどもそのすべて、まあ、ほとんどが人に紐づ付くような課題だと言えるのではないでしょうか。 また DX 人材における企業様の課題、ま8割以上の企業が DX を推進していく人材、量、質ともに不足していると回答しています。このデータの裏返しとしては、ま各社様 DX に取り組んでいるからこそ、 需要があり、ニーズ需要があり、不足しているということが見て取れるかと思いますが、これだけ不足していると、採用だけでは追いつかず、社内の中で育成していく、こういった機運が高まっていると感じ取れておりますこ。こ ソフトバンクは DX 人材育成を取り組んでおります人事の中のポイントとして二つの重要ポイント自立心デジタルこちらを掲げて取り組んでいますソフトバンクでは DX 人材の定義として三つのカテゴリーで推進をしていますボトムから全ビジネスパーソンデジタル活用人材 そして DX 専門人材になりますが全ビジネスパーソン向けには、えー、全ビジネスパーソンが活用する最低限の IT リテラシーでありスキルを身につけた中で業務に活用していくための施策を行っていますデジタル活用人材ではデジタルの適正な知識 IT のスキルを身につけた上で業務に活用推進していく人材を育成しています DX 専門人材というところではデータサイエンティストビジネスアーキテクト機械学習エンジニアなど専門的な知識をそのままビジネスに活用し DX のプロジェクトをリードしていく人材を育成しておりますここからは具体的なエピソードを交えましてどのように DX の推進のこれら三つのカテゴリーを育成しているかというところもご紹介いたします まず全ビジネスパーソン向けの部分に関しましては経営層からトップダウンでスマートファン IT を駆使して楽しく働こうとこういうスローガンを社員に浸透させてですねその中で人材人事施策として e ラーニングの環境やさらにはツールを自由に配布活用できる環境を整備し例えば Google ワークスペースの導入の事例に関しては Google のワーークスペースペを全社員に配布をした中で実際にどのように活用しているかこういったところを社員の中で勉強会を開いたりまたは Google App スクリプトの e ラーニングを提供したりさらには資格取得などを推奨してこういった機会を教育の機会というところを人事として備えているというところが全ビジネスパーソンの施策になります次にデジタル活用人材というところです デジタルワーカー4000プロジェクトという4000人区分の社員の工数を削減するプロジェクトを2019年に開始をしまして実は3年かけて昨年ですね4500人区分時間にしますと年間約800の時間を創出することに成功しました。 こちらは社員の抱えている業務を徹底的に棚卸しをしまして自動化生産性を上げる業務タスクに関しては AI RPA さらには Google Apps Script などをフルに活用しましてこのデジタルワーカー四千のプロジェクトを推進してきましたこのように生産性を高めて浮いた時間というところを高付加価値の DX のプロジェクトにシフトしていくこういった取り組みをしてきました 最後に DX の専門人材の育成です社員が手上げ式で新規事業を立ち上げることができる SBE のベンチャーの制度2011年から開始をしまして私の事業も含めて多数のプロジェクトが事業化をしておりますまた事業化まで至らなくてもですねその過程の中で DX の人材というところが育成できているというところの実績も出てきております まさにあの失敗を恐れずに何度も挑戦し,しえるようなそういった風土の醸成にも役立っているのかなと思っています。さらには2017年 DX の専門組織を設立しソフトバンクとしては従来の通信キャリア通信のビジネスを超えるビヨンドキャリアという方針の中で非通信の領域の DX のプロジェクトを立ち上げるためにさまざまな事業を創出しております。 はい、で次からアクロスレシピ、まあ、その社員の手上げ式で立ち上げたアクロスレシピ DX の人材育成のサービスをご紹介させていただきます。アクロスレシピはソフトバンクの社内企業制度の中で立ち上げた最新技術の活用に特化した教育のプラットフォームです。 2C と 2B の両輪の事業で提供しているんですけれども 2C では現場のエンジニアの経験ノウハウを教材化するアプローチでエンジニア同士が学び合うコミュニティを創出しております。昨年からは 2C から 2B に事業の軸をピボットしまして企業向けの DX 人材育成に注力をしております。 企業向けのサービスとしましては、アクロスレシピ4ビズという名前で、AI、データ活用を中心とする総合型の DX 人材のサービスを提供しております。e-learning やアセスメント、または受講管理の機能などのオンライン学習サービスを主軸として、研修サービス、 またハッカソンのような社内コンペの実践などを組み合わせながら企業の DX 人材の育成、内製化というところをトータルで支援をしております。まずオンライン学習サービスのご紹介です。オンライン学習サービスとしてはベーシック・エンタープライズ2つのプランをご提供しています。ベーシックでは、経産省の DX リテラシー標準に基づくデジタル基礎力の強化 をを目的ととしししててて基礎のみをライセンスとしてご提供しておりますエンタープライズでは AI データ活用を企業の中で推進していくための実践的な教材を含む全てのコンテンツが学び放題かつ組織に閉じてノウハウシェアの、えー 行えるような機能であったりプログラミングのコード実行をプロダクトの中で行う機能であったりそういった独自機能も搭載して専門人材を育成していくようなプログラムになっております。 ベーシックのプランもう少ししご紹介しますベーシックのプランは経産省 DX リテラシー標準に基づくすべてのビジネスパーソンが必要なデジタルスキルを身につけていただくプランになっておりますので経営者、管理職、現場社員または新人研修すべての方に必要最低限なスキルを身につけていただけます詳細はこちらのプランになっておりますが DX の概要というところでは なぜ DX を考えなければいけないかマインド情勢を図ったり DXIT 何が違うかであったり DX を取り組んでいる企業の事例から学ぶ戦略さらにはデジタル人材として必要なマインドスキル会社としての風土などを体系立てて学べます。 その次に Excel を活用したデータ活用研修、えー、講座ではデータの見方扱い方さらには判断の仕方、こういったものを Excel を通して学んでいただけます。その他にも DX における必要な要素のテクノロジーを解説していたりさらには DX 実務におけるセキュリティモラル、えー、倫理こういったところも合わせて、えー 約10時間で体型立てて学べるデジタル人材育成コースっていうところがベーシックの中の主力として提供しています次にエンタープライズエンタープライズでは基礎を身につけたあとその後企業の中で DX を推進していくような人材育成に長けたプログラムとなっておりまして基礎から実践活用まで一気通貫としてサポートをするプログラムになりますエンタープライズの特徴としては 現場の経験者のノウハウを教材化して今500以上のコンテンツがございます私たちはレシピと呼んで現場の経験者が作ったものを実際に物を作りながら動くものを作りながら追体験できるような体験を重視しておりまして実際このようにですね実際のテーマから学べるような仕掛けになっております例えば AI とはとはか あとプログラミングとはとかこういった基礎の研修講座も中にはございますが大半が AI を活用しビジネスにどのように活用していくか例えば製造現場における時系列データの異常検知を行うレシピとかまたは異常な画像を検出するレシピとかこういう実テーマに合わせて学んでいただけるコンテンツが500以上揃っております。 例えば、えー、Google アップスクリプトのレシピの事例で言いますとまず体系立てた講座として Google アップスクリプトの入門講座っていうところを提供した後に、えー、レシピというところでは現場の経験者が作った業務に活用した、えー、例えば Google カレンダーを使って会議の調整を自動調整するレシピとか。 Google フォームを使って作業時間を抽出しそれを分析するレシピであったりさらには LINE やスラックや外部ツールと連携して自動化業務の効率化を行ったレシピなど実テーマに合わせて学んでいただけるようなコンテンツが揃っておりますこれらのレシピコンテンツをバラ売りではなく実際の目的受講者の目的やレベル難易度に合わせた 多数のコースとししてて提供をしておりますそのコースの中には東京大学の授業を社会人向けにリメイクして提供している東大データサイエンススクールの講座も含まれておりましてまさに基礎から実践活用アカデミックまであらゆる領域を AI データ活用のリスキリング人材育成としてご提供できるのがエンタープライズの特徴です。 次に研修のプランですオンライン学習だけでなくソフトバンクの認定講師が講師を務め実際に集合型で参加型体験型で研修をご提供することもできます。ここにある通り基礎からビジネステック領域まで DX の推進における課題ニーズの高いものから研修として提供させていただいております。 また研修やって終わりではなくもちろん研修前後のフォローアップ支援も含めてですね企業様の人材育成定着化に向けたサポートをさせていただいています、えー、最後に実践というところです、えー、アクロスレシピは昨年東京大学と連携をしまして1000、えー、名以上の東大生が参加する次世代の AI 人材育成プログラムを企画運営させていただきました その中でデータハッカソン、実際のデータを使って社会課題を解決するハッカソン、これが非常に好評でして、そこでのノウハウ、フレームワークを企業向けにも提供させていただいております。ここにあるように、社内コンペ、社内ハッカソン、アイデアソンなどを交えながら実践的な取り組みというところも支援できます。また教育を 終えた後いざ AI を導入していくという時にはソフトバンクの AI 戦略室が開発したさまざまな AI ソリューションの API を有料でオプションとしてご,契約ご提供することも可能ですのでまさにです、ね、AI データ活用における基礎教育実践そして活用までトータルでご支援できるというところがこちらのご紹介になります。 導入実績事例に関しては多数あるんですけれども本日はこの一つだけご紹介しますこちらの企業は製造業メーカーのお客様でして他のサービスで ai の基礎であったりデジタルスキルの基礎というところを行っておりましたその中で製造現場で活用する 中核人材の育成というところに課題を抱えておりましてまさに教育を終えたた後のの活用このギャップ課題に悩ままれておりましたそこでアクロスレシピを導入することで製造現場で課題であった例えば CAD データを使った3次元天群処理を行うであったりとかあと製造業の工場の生産ラインにおける異常判定の画像認識を行うとか こういった実テーマのものをハンゾン研修とあとはオンライン学習演習を組み合わせながら提供させていただくことで実際に製造現場で活用するまで実績を出てきたというところがこちらのお客様の事例になりますこのような実績様々増えておりますのであのまたあのご紹介できればと考えておりますはい最後のコンテンツです このアクロスレシピのサービスの開発基盤 GCP を使っています。その活用例についてお話をします。ここにあるようにアクロスレシピのサービスの基盤は Google クラウドの機能いろんな機能をフルに活用して開発をしそして運用をしています。 基盤としては Kubernetes の基盤を活用しデータの基盤、ネットワークの基盤、セキュリティまあ,あらゆるリソースを GCP の中で集約をしております。また開発自体も GCP の中でセキュアにスケーラブルに開発をしておりましてコード開発、ビルド、デプロイ運用すべて GCP の中で行っております。 でこれらの全ての GCP のリソースは、えー、クラウドビルドを使って自動構築できるプラットフォームになっておりますので生産性を上げた構築体制というところを、えー、実現しておりますなぜアクロスレシピソフトバンクの新規サービスが GCP を採用し構築に至ったか3つのキーのポイントがありますのでここからエピソードも含めてご紹介しますこの3つというところはスピードコラボレーション リンケージまあ、連携性この3つがございますまずスピード新規事業は本当にスピードが命ですソフトバンクインドベンチャーではまず書類選考プレゼン成功が決まりましたら500万円の出資金をいただき1年間で結果を出さないといけません そのような中でスピーディーにプロダクトを開発しユーザーの声を聞いて柔軟に機能であったり環境を整えるこういったところが求められますその中でアクロスレシピは開発基盤に k u b e r の環境を使い GCP で必要なリソースをクラウドビルドで自動生成構築をすることによってそのまリソースをまあの有効に活用していきました まあその中でアンシブルやテラフォームのようなデ v o プスの基盤というところも作ることによって、俗人的な構築ミスというところをゼロに削減し、その中で開発の業務効率化というところを進めてきました。 このようにすべてのリソースをクラウドビルドで自動生成して管理することによってあの生産性の向上というところも寄与しお客様からフィードバックを受けた要件とか機能の拡充追加というところもサクサクと GCP の環境の中で構築をしスピードと柔軟性を合わせて提供できたのがこちらのポイントになります。2つ目がコラボレーション アクロスレシピは内製で開発を行っているのですが実は社内副業という他に本務を持って20%だけアクロスレシピの開発を担うエンジニアであったりあとは業務委託のエンジニアの方も手伝ってもらいながらあの急ピッチで開発をしていったというような経緯があります。そののの中中でで、様々な人が参画する開発一つの、えーまあ 開発の環境を用意するというところが求められましたその中でアクロスレシピは GCP の クラウドワークステーションという新しい機能をフルに活用しブラウザーベースで GCP の環境を作ることによってセキュアでかつスケーラブルな環境をあらゆる属性のエンジニアに対して配布をするこれを行いましたこのコラボレーションによってさまざまなエンジニアが参画し共同開発をするレビューをするこういったことが実現できたのが2つ目のポイントです 三つ目のポインントはリンケージ連携性です、まあ、ソフトバンク自体が Google ワークスペースを使い例えばスプレッドシート Google ドライブカレンダーなどをフルに使っていた、まあ、こういった背景もありまして Google クラウドは非常に親和性が高かったです例えば Google アップスクリプトを使ってログデータを自動でスプレッドシートにまとめてドライブに共有したりですとかさらには あのユーザーの属性情報とかそういった管理っていうところも Google ドライブで管理し Google アップスクリプトでそういった異常が出たログっていうところを自動でスラックに飛ばしたりとかいろんな活用をしましたさらに Google アナリティクスでユーザーのアクティビティであったりログっていうところを監視観測しながらその反応を見て アド、広告に生かすとか、あとは新規事業の開発、まあ、ピボット、ロードマップ策定に生かすとか、そういった形で使っておりました。なので、GCP を活用することは、開発の優位性だけでなく、ですねビジネス面というところでも大きなメリットがあったというところが3つ目のポイントになります。はい 最後にですね、本セッションにご参加いただいた方を対象に特典を用意いたしました。アクロスレシピ・フォー・ビズ法人向けのプラットフォームを30日間 10ID を上限に無償トライアルを実施させていただきます。はい、あの本セッションにご参加いただいて、視聴いただいて、 こちら希望の方はアンケートと合わせてお問い合わせいただけましたらサポートさせていただきますのでぜひ御社の DX 人材育成というところのトライアルにいただければと思っております。はい、あの最後になりますが DX のゴールは教育ではなくあくまでビジネスの加速にあります。ソフトバンクとしては Google クラウド、Google ワークスペース こういったリセラー、えー、販売というところも行っておりますしその他多数のサービス IT ツールそしてアクロスレシピのような人材育成の支援こういったものをトータルでご支援できるのがソフトバンクの、えー、強みであります。ですのであのこれからも、えー、こういったご支援企業様のご支援自治体様のご支援させていただきますので、えー、ぜひあのよろしくお願いいたします。 はいえー、ご視聴ありがとうございました。